長、おはようございます。はい、おはようございます。あの大井の再稼働で、おととい、関西広域連合で、まあ、最大公約数の声明を出されて、で昨日各首長の発言聞いてますと、あの橋本市長と同じ季節限定稼働に言及されているのは山田知事と、加田知事だと思うんですが、あのうちの番組で恐縮なんですが、今日加田知事キャストにして、はい、何かメッセージがあればお願いしたいんですけど、あの、まあ、今回はこういう形で関西広域連合声明出しましたけどもね、もう次のステージが始まりますから、その原子力発電所問題についての中長期的なその工程表作り、それから原子力規制庁をどのような形にするのか、そして一番重要なことは安全基準ですね、新しい安全基準、国際標準のその安全基準というものを日本で確立する、まあ、そういうステージに原子力発電所問題は入ったと思います。それから一番重要なことは電力革命がもう起きているということですね。あのネガワット取引とピークロードプライシング、これも価格メカニズムをこの電気料金の中に入れるっていうものは絶対にこれは電力会社認めてこな認めなかったことが、なんとかこれ組み入れることができて、さらに一番大きいのは家庭用電力の自由化、発送電分離、この方向性も定まってきましたから、もうここは次のステージに向けて、あの一致団結、加田知事とまた力を合わせて、あの原子力発電所問題と並行して、この電力会社の一社独占体制をなんとか変える、電力供給体制を変えるという、まあ、次のステージに向けて頑張っていきたいと思います。松井知事を別格すると、この問題で一番共闘できるのはやはり加田知事。そうですね、あのエネルギー問題については加田知事かなりこだわりがありますから、ただねこれは仁坂知事も井戸知事も山田知事もみんな同じです。あの気持ちはみんな同じだと思うんですけどもね、ただあの電力供給体制を変えると、まあその部分についてはまあ多少温度差もありますんでね、まあただ加田知事と僕も違うのかもわからないです、そこは違うのかもわかりません。ただもう大井の問題は関西広域連合では一区切りつけましたのでね、次のステージに向けて、向かっていかなきゃいけないですね。今回のいろんなことについての、関西広域連合での声明についてはもう批判いろいろあるかと思いますから、もうそれはもう真摯に受け止めさせてもらいますけれども、いろんな業界でもメガワット取引だとか、いろんなその電力市場を活性化するような動きも出始めてますしね、なんといっても家庭用電力の自由化と発送電分離の方向が定まってきてるっていうのは、これも非常に大きいことです。原子力規制庁の問題、特に細野大臣が今回政府が示した基準は暫定的なものであると、そして安全判断についても、僕が暫定的な安全判断だと理解するんであればそれでも構わないと、要は暫定的な安全判断でも構わないということを大臣がはっきり明言したということは、これは非常に重いし大きいし、これからの原子力発電所、日本にある50基の原子力発電所の再稼働問題についてはこの暫定的な安全判断だと理解してもらっても構わないといったこの発言がもう全てこれからの原子力発電所問題、行方を決めていくようなそういうことになるんじゃないでしょうかね。大井の問題は正直これはね、負けたといえば負けたというふうに、思われても仕方がないし、でもそこはね、変にもうへりくつをこねてああだこうだ言っても仕方がないので、事実上昨日の各首長の発言聞いててもこの問題皆さん発言に非常に苦慮しておられるようなんですけど、各方面からの圧力というのはやっぱものすごいんですか。いや、ないですよ。ないですか。圧力、僕は知りません。僕と松井知事には全く圧力というか誰も相手にしてくれないから何もないですよ。それ何にもないです。やっぱりね、100% 全てを最初から獲得するなんていうのは無理でね、これは言い訳かもわからないですけども、府県民の皆さんにもし理解をしていただけるのであれば、電力供給革命、今までもう絶対に動かなかったその電力の市場の自由化というものが動き始めたということと、やっぱり政府が
暫定的な基準で、僕が暫定的な安全判断だと理解しても構わないと。これは政府は暫定的な安全判断だとは言わないでしょう。絶対そこは言わないと思いますけれども、細野大臣としてはギリギリの表現、あそこで止まりましたけれども、でも完全な安全判断ではない。その読売新聞なんかが言うようなね、安全を判断したからその他の原発どんどん動かせ、あんなバカな論調というか、そんなものに政府は絶対乗っていかないし、国民も乗っていかない。もう本当に言えばね、多いだけも超例外で、僕はもう政府にはっきり言ってほしかったんですけれども、安全の確認も不十分、新しい安全基準もないし、新しい厳格な安全判断もない。だから福島の事故後、政府として、また日本国家として行政として安全判断はきちんと行われていないのに、原発を動かしてしまうっていうね、そういう状況であるってことは国民の皆さんに正直に、もうそれは伝えさせてもらって、そのリスクというか、責任というものもしっかり政治は受けなきゃいけないし、僕は権限はないっていうふうには言ってますけれども、でも反対し続けなかったっていうことにおいてはね、やっぱり責任も感じてます。ただここの安全についてはいろんな考え方もあるので、今回安全は僕自身はきちんと確認はされていないけれども、限定的な稼働のやり方としては、それは仕方がないかなというふうに判断をしました。ですからそういう事態をしっかり組んでもらって、大井以外は絶対にこれは原子力規制庁ができるまでは動かすことなんてできないし、特別の監視体制ということで副大臣が常駐されるということもありますし、それから原子力規制庁で作った新しい安全基準で大井をもう一度判断し直すというようなことが、限定的な動かし方、政府でいうところの限定的な動かし方になるんでしょうね。僕と松井知事、加田知事もそうだと思います、山田知事もそうだと思うんですが、ただ僕らはやっぱり期間というものにこだわって、原子力規制庁は安全基準いつできるかまだそれは確定していませんから、これがずる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 言ってですね、大井が動き続けるってことは絶対これは阻止しなきゃいけないと思ってます。新しい安全基準を作るのはそんな簡単じゃないですよ。これはもう国民的議論の中で、国際標準で、作っていくということになれば、それは時間はすごくかかると思うんですけどもね、安全が完全に確認された上での再稼働ではないということをとにかく国民の皆さんに伝える方法としては、その部分をしっかり国民の皆さんに分かってもらうためには今回のようなやり方しかなかったというふうに判断をしましたけれども、批判はいろいろあるでしょうから、それはしっかり受け止めていきたいと思う。 100% 全てを最初から獲得するなんていうのは無理でね、これは言い訳かもわからないですけども、府県民の皆さんにもし理解をしていただけるんであれば、電力供給革命、今までもう絶対に動かなかったその電力の市場の自由化というものが動き始めたということと、やっぱり政府が暫定的な基準で、僕が暫定的な安全判断だと理解しても構わないと。これは政府は暫定的な安全判断だとは言わないでしょう。絶対そこは言わないと思いますけれども、細野大臣としてはギリギリの表現、あそこで止まりましたけれども、でも完全な安全判断ではない。その読売新聞なんかが言うようなね、安全を判断したからその他の原発どんどん動かせ、あんなバカな論調というか、そんなものに政府は絶対乗っていかないし、国民も乗っていかない。もう本当に言えばね、多いだけも超例外で、僕はもう政府にはっきり言ってほしかったんですけれども、安全の確認も不十分、新しい安全基準もないし、新しい厳格な安全判断もない。だから福島の事故後、政府として、また日本国家として行政として安全判断はきちんと行われていないのに、原発を動かしてしまうっていうね、そういう状況であるってことは国民の皆さんに正直に、もうそれは伝えさせてもらって、そのリスクというか、責任というものもしっかり政治は受けなきゃいけないし、僕は権限はないっていうふうには言ってますけれども、
でも、反対し続けなかったっていうことにおいてはね、やっぱり責任も感じてます。ただここの安全については、まあ、いろんな考え方もあるので、まあ今回安全は僕自身はきちんと確認はされていないけれども、限定的な稼働のやり方としては、それは仕方がないかなというふうに判断をしました。ですからそういう事態をしっかり組んでもらって、大井以外は絶対にこれは原子力規制庁ができるまでは動かすことなんてできないし、まあ、特別の監視体制ということで副大臣が常駐されるということもありますし、それから原子力規制庁で作った新しい安全基準で大井をもう一度判断し直すというようなことが、まあ、限定的な動かし方、政府でいうところの限定的な動かし方になるんでしょうね。まあ、僕と松井知事、まあ、加田知事もそうだと思います、山田知事もそうだと思うんですが、ただ僕らはやっぱり期間というものにこだわって、原子力規制庁は安全基準いつできるかまだそれは確定していませんから、あれは正直これはね、まあ負けたといえば負けたというふうに、まあ、思われても仕方がないし、でもまあそこはね、変にもうへりくつをこねてああだこうだ言っても仕方がないので、事実上昨日の各首長の発言聞いてても、この問題皆さん発言に非常に苦慮しておられるようなんですけど、各方面からの圧力というのはやっぱものすごいんですか？いや、ないですよ。ないですか？圧力、僕は知りません。僕と松井知事には全く圧力というか誰も相手にしてくれないから何もないですよ、それ何にもないです。ええ、やっぱりね、100% 全てを最初から獲得するなんていうのは無理でね、これは言い訳かもわからないですけども、府県民の皆さんにもし理解をしていただけるんであれば、電力供給革命、今までもう絶対に動かなかったその電力の市場の自由化というものが、まあ、動き始めたということと、やっぱり政府が暫定的な基準で、僕が暫定的な安全判断だと理解しても構わないと、これは政府は暫定的な安全判断だとは言わないでしょう、絶対そこは言わないと思いますけども、まあ、細野大臣としてのギリギリの表現、まあそこで止まりましたけれども、でも完全な安全判断ではない、その読売新聞なんかが言うようなね、安全を判断したからその他の原発どんどん動かせ、あんなバカな論調というか、そんなものに政府は絶対乗っていかないし、国民も乗っていかない、もう本当に言えばね、大井だけも超例外で、僕はもう政府にはっきり言ってほしかったんですけれども、安全の確認も不十分、新しい安全基準もないし、新しい厳格な安全判断もない、だから福島の事故後、政府として、また日本国家として行政として安全判断はきちんと行われていないのに、まあ、原発を動かしてしまうっていうね、まあ、そういう状況であるということは国民の皆さんに正直に、もうそれは伝えさせてもらって、まあ、そのリスクというか、まあ、責任というものもしっかり政治は受けなきゃいけないし、まあ、僕は権限はないっていうふうには言ってますけれども、でも反対し続けなかったっていうことにおいてはね、やっぱり責任も感じてます。ただここの安全については、まあ、いろんな考え方もあるので、まあ今回安全は僕自身はきちんと確認はされていないけれども、限定的な稼働のやり方としては、それは仕方がない。